はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサはもしマイナス37度の寒さの中で遭難したらどうする？いや、そんなの死んじゃうに決まってるんだぜ。今日の話と何か関係があるのか？今回は南極探検がテーマなんだけど、数々の書籍が出版されて、映画やドキュメンタリー映像作品も制作されるほど有名な話があるの。遭難してマイナス37度の中へ鍛えていくみたいな壮絶な話っぽいけど、もう話が読めちゃったんだぜ。さて、それはどうかしら？ということで今回は帝国南極横断探検隊について紹介していこうと思うわ。もう結末は見えてるようなもんだけどな。解説頼むんだぜ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。まず南極について説明するわね。マリサは南極についてどのくらい知ってる？南極か。正直寒いってイメージしかないんだぜ。日本からは遠すぎるしな。そうね。南極大陸はその名の通り、地球の最も南にある大陸よ。約 98% が氷で覆われていて、世界で5番目に大きな大陸なの。そしてマリサのイメージ通り、とっても寒いわ。南極大陸は地球上で最も寒い場所なんだけど、高緯度にあることから一日中太陽が昇ったままであったり、逆に沈んだままである状態が発生する不思議な大陸なのよね。漫画みたいな話だな。すごい興味が湧いてきたんだぜ。それで今回紹介する話は、そんな南極を探検、横断する目的でイギリスが20世紀中に探検隊を派遣した時の出来事よ。西暦は1914年8月9日から1917年、日本では大正3年の時代。なんで南極を探検する必要があったんだ？すでに南極大陸は発見されていたんだろ？ええ。南極大陸の存在は1820年頃に発見されていたんだけど、いかんせん遠くから見たらただの氷の塊でしかなかったから最初はそれが大陸だとはわからなかったのよね。そして探検家が南極点に初めて到達したのは1911年よ。ノルウェー、イギリス、日本の3つの探検隊が1910年に南極点を目指して出発したんだけど、日本は途中で諦め、イギリスより1ヶ月早くノルウェーの探検家、アムンゼンが到達したの。え、日本も南極点に到達しようと参加していたのか？すごく意外なんだぜ。関係ないと思ってたし。意外よね。知らせたいと言うんだけど、隊が到達した場所は大和雪原と名付けられているわよ。それでなぜ南極を探検する必要があったかという話だけど、帝国南極横断探検隊が派遣された時代は南極大陸が国際的な取り組みの焦点となっていて、科学的、地理学的な探検が集中的に行われ、イギリスを含め10カ国から17の大規模な南極探検隊が送り込まれた時代なのよ。最初に南極に到達したのはノルウェーの探検家だって言っていたよな。それにはイギリスも参加していたんだろ？イギリスにとっては悔しいだろうな。その時のイギリスの探検隊は5人いたんだけど、南極に到達する前に全員死亡したのよね。もちろんイギリスにとってノルウェー探検隊の南極初到達は苦いものだったわ。それにイギリスは10年間も南極点へ到達しようと、ノルウェーが初到達する前からすでに3回も挑戦していたの。かなり熱心に南極の初到達を狙っていたんだな。その3回の挑戦で、2回参加した人物がいるの。彼はアーネスト・シャクルトンという人なんだけど、彼が今回の主役だからよく覚えておいてね。この頃の設備ってどんな感じだったんだ？今は無線通信が発達しているけどさ。探検当時は船舶無線が実用化されていたわ。とはいえ、探検地が遠すぎて通信が不可能だったのよね。それに使える資源や持ち込める物資にも限りがあったし、この時代の遠征はいずれも隊員の体力と精神力の限界が試される試練と言われているわ。中には探検から生還できなかった者もいて、この時代を通じて19人の隊員が命を落としたの。1845年のフランクリン遠征なんかに比べたら被害はだいぶ抑えられているとはいえ、厳しいことには変わりないよな。それで、シャクルトンって人が今回の主役って言ってたけど、この人が探検隊の隊長なのか？そう。シャクルトンは南極大陸を横断することに加えて、南極の野生の観察や地質学的な調査、地理の観測を目的として探検への出資を求めたわ。隊員の募集はというと、彼は当時探検家として有名だったし、人々が探検隊への関心を非常に大きく持っていたということもあって、5000を超える参加申し込みがあったの。そしてシャクルトンは2隻の船を入手し、最終的に選抜された56名を、ウェッテル海へ向かうエンデュアランス号とロス海支援隊のオーロラ号のグループに分けたわ。エンデュアランス号は1914年8月9日に出発し、短期間停泊やサウスジョージア島へ訪れたりして、最終的にシャクルトンは12月5日に28人の乗組員と共に南極大陸の海岸へと出発。順調に行けばいいけど、
1月10日には探検隊は南極大陸沿岸のコーツランドを覆っている高さ30メートルある巨大な氷壁に到着。2日後には未踏の地へ移動したわ。ここまでは順調だったんだけど、1月に入ってからは航路を氷に阻まれ船の進行は大きく遅れたの。周囲を氷で閉ざされてしまい、1月17日頃に前進したのがエンデュアランス号の最後の前進になってしまったわ。それやばくないか？完全に動けないだろ。ええ、ほとんどの間海氷で身動きが取れなかったわ。そこで1915年2月末頃には計画を変更し、船で一等することにしたの。しかし氷から解放されるのは容易ではなかったわ。春が訪れて氷が割れても巨大な浮氷はバラバラになっては集まることを繰り返し、乗組員の力ではどうにもできない巨大な力でエンデュアランス号へ押し寄せてきたの。自然の力って本当に怖いよな。人間の想像を優に超えてくるし。動けないまま10月を迎え、ついに氷による船体側面への圧力で船体は曲がって裂け始めてしまったわ。続いて氷の下から海水が船に流れ込んできたの。エンデュアランス号は当時の極地船としては大変頑丈にできていたんだけど、やはり自然の力には勝てなかったわ。そして船体が裂けた数日後の10月27日に、シャクルトンは船の放棄を決断。船の放棄を決断って言うけど、どうやってやるんだ？数週間のうちに乗組員たちは船からできる限りのものを運び出し、救命艇で脱出を試みたのよ。そして1915年11月21日にエンデュアランス号は氷の下へ沈んでいったわ。横断はもう無理だな。イギリスへ帰ることが最優先だぜ。ええ、シャクルトンもそれは承知していたわ。最初は乗組員を避難先である島へ向かわせようとしたんだけど、救命艇と物資を引いていけるような平らな地表がなかったのよね。かといって犬ぞりでの移動も流氷が薄く、亀裂を生じ始めていて危険だったの。そんな状況だから慎重に進まざるを得なくて、7日間でわずか 18km しか進めないこともあったわ。まさに八方塞がりって感じだな。でも物資はあるんだろ？持っていたんだけど、目的の島へ移動するまでの物資はすでに尽きてしまったの。そこでシャクルトンは当初の予定を取り消し、探検隊員たちは氷上にテントを張ってキャンプすることにしたわ。過酷だなぁ。食料は大丈夫だったのか？保存食を持っていたんだけど、後々に備えて手をつけなかったわ。代わりにアザラシやペンギンを食料とし、あらゆる燃料をアザラシの脂肪で賄ったの。でもその後氷上のアザラシやペンギンはどこかへと消えてしまい、食料の割り当ては対応して減らされ、最終的にソリケンすら食料としたわ。まあ、生きるためだから仕方ないよな。キャンプ地で一等し、1916年4月9日には浮氷が裂けて隊のキャンプが2つに分断されてしまったわ。そこで隊員たちは全員救命艇に乗り移り、結果的に移動力が増したの。これにより隊員たちを島へ向かわせることが可能になり、これならいつか助かると確信しつつ、シャクルトンはどこへ向かうべきか可能な選択肢を検討したわ。この頃、夜の気温は摂氏マイナス30度まで低下し、隊員たちは常に海水でずぶ濡れだったために多くの隊員が凍傷にかかり、士気はかつてなく低下していたの。このためシャクルトンは最も近いエレファント島へ向かう他に選択肢はないと考え、7日後には彼らはエレファント島に到着したわ。エレファント島っていうのは安全な島なのか？いえ、剥き出しの岩や雪、氷でできた完全に不毛な土地で、救助を待つには適さない場所だったわ。しかもエレファント島は探検隊がもともと計画していた進路からかけ離れていて、付近に他の船が通る通常航路もなかったの。つまり救助の望みはめちゃくちゃ薄いってことか？そういうこと。だから今すぐ救命艇を改造した船で 1500km 航海し、南極へ突入する前に立ち寄ったサウスジョージア島へ引き返さねばならなかったわ。救命艇を改造するって言っても、物資もないだろうし大層なものは作れないだろ。ええ、本当に毛の生えた程度のものだったというわ。そのボートはジェームズ・ケアード号という救命艇よ。そして28人の隊員のうちシャクルトン含む6人が、救援を求めるために世界で最も苦難に満ちた海域での船旅が始まったの。そこの海域ってそんなにひどかったのか？そうよ。シャクルトン自身が暴風がほとんど止むことはなかったと記録しているほか、時速60から 70km の暴風が年に平均200日吹き、海面に高さ7メートルのうねりを発生させると気象報告にはあるわ。なんという海域なんだ。それを手製のボートで渡るなんて、無謀すぎるんだぜ。ええ。でもこの船は耐えたのよ。14日間暴風や荒波に耐え続け、やっと乗組員たちの視界に島が見えたわ。道の海岸線へ夜間に上陸することを避けるため、彼らは沖合に戻って朝を待ったの。でもその頃にはハリケーン並みの強風とともに激しい嵐が吹き始めていたわ。やっと着いたっていうのに。シャクルトンたちはこの大嵐と9時間も戦い、翌席に上陸するまでかろうじて海上に浮いていたわ。でも、この同じ大嵐により、近くの500トンの汽船が沈んだという記録があるの。
500トンの汽船の方が絶対に安全だと思うんだが、ジェイムズ・ケアード号は無事だったんだな。いよいよサウスジョージアへ上陸か？いえ、まだ試練があるわ。島の人が住む北部沿岸を航行すると、付近を支配する風で沖へ流される懸念があったの。そのためシャクルトンはジェイムズ・ケアード号を風がかなり遮られているキングハーコン湾に接岸させることにしたんだけど、目的地である捕鯨基地にたどり着くには、さらに島の内陸を通って北部海岸を横断する必要があったの。でも付近の荒れ地と雪と氷河で覆われた山からなる険しい地形はその当時完全に通行不能であると考えられていて、そうは言っても捕鯨基地の一つへ着かなければならず、結果としてシャクルトンらは史上初めてサウスジョージア島を横断することとなったの。島を横断って聞けばそれほどでもない気がするけどなんだこの写真の起伏は。ええ、写真の通り島内陸部は起伏がかなり激しいの。横断するのはシャクルトンと他二人の隊員で、残りの三人はキングハーコン湾へ残したわ。横断のために三人は船の釘をブーツの底につけて即席のスパイクを作り、テントやまともな装備もないまま、地図のない山脈を越えるという重要な任務を推し進めたわ。えぐすぎなんだぜ。体力も残ってないだろうし。36時間後、シャクルトンたちはよろめきながらも目的地の捕鯨基地に着いたわ。そして翌日にはキングハーコン湾に残された三人も救助されたの。よかったんだぜ。あれ、でもエレファント島に残された22人の隊員たちは？シャクルトンたちが出発してから2週間が経過しているけど、ジェイムズ・ケアード号がエレファント島を後にした時、そこにはシャクルトンが信頼していた副隊長をリーダーとして22名が残っていて、シャクルトンが再び戻ってくる日まで根気よく待ち続けていたわ。でもその間、彼らは様々な逆境に立たされていたの。暴風が吹き荒れ、氷にしっかり繋がれていたテントは暴風によってズタズタに引き裂かれたの。ここで生き残るために、残留した隊員たちは残された二つの救命艇を屋根として使い、海岸の石を用いて小さな小屋を建てたわ。テントの残骸は壁に作り替えられ、建物を断熱するため側面に雪が積み上げられるなどこの小屋はよく考えられていて、頻繁に起こる地吹雪や時折吹くハリケーン並みの暴風にも見事に耐えたのよ。シャクルトンもそうだが、隊員たちは優秀だな。彼が信頼していた副隊長がいたというのも大きいんだろうな。しかしその一方で天候が良くなると、凍らせて保存していたペンギンやアザラシの肉が溶けて腐り始め、断熱のため積み上げた雪も溶け出して、床は塩水で溢れ返ったわ。そこで隊員たちは寒い方がいいと思うようになったとシャクルトンは後に記述しているわね。暑くても寒くてもどっちも地獄なんだぜ。それで、彼らの救助活動は？ちょうど南極の冬が始まり氷の状態が悪かったから救援船を送るには3ヶ月以上待たないといけなかったんだけど、シャクルトンは隊員たちの救出に向け努力し続けたわ。というか救助活動はシャクルトンだけなのか？派遣したイギリスの援助は？当時のイギリスは第一次世界大戦で疲弊していて、半年間は公的援助は期待できないと告げられたのよね。だから彼一人で何度も頑張っていたの。最終的に4回目の挑戦で、チリ海軍のエルチョ号を使い見事に救助に成功したわ。エレファント島を立ってから4ヶ月後の1916年8月末の出来事よ。残されていた隊員たちは助からなかったんだろうな、と思うでしょ？でもエレファント島に残されていた隊員22名は全員無事に生還したの。つまり死者が一人も出てないってことか？そうよ。マリサの想像とは全く違う結末だったでしょ？こんな過酷な状況で全員が無事生還できるなんて。すごすぎるんだぜ。本当にすごいわよね。だからこの時代は南極探検の英雄時代と呼ばれているのよ。彼らが数々の困難を克服したことが認められたから英雄と称されているのよね。この時代、隊員の体力と精神力の限界が試される試練って言われていたよな。そりゃ英雄と称されるべきだぜ。そういえば、もう一つ隊ができていたよな。シャクルトン隊とは別のさ、ロス海支援隊だっけ？ええ、ロス海支援隊も苦闘していて、彼らの船のオーロラ号は嵐により沖合に吹き流され漂流してしまい、帰ってこられなくなっていたの。それでも大陸横断隊の食料補給所を設置するために出発していたんだけど、1916年12月にシャクルトンはエレファント島で隊員たちを救出した後、続けて取り残されていたロス海支援隊の救出に向かったの。でも、この時点ですでに3人が死亡していたわ。こっちの隊では犠牲が出てしまったんだな。それでも全滅しなかったのはすごいよな。さて、長くなってしまったわね。最後にシャクルトンが出した探検隊の求人広告を紹介して終わりにしようかしら。めっちゃくちゃブラックなんだが。それでもあのシャクルトンが募集してるとなれば、5000人が応募してくるのもうなずけるな。彼はこの航海以前から有名だったし、感銘を受けている人が多かったからね。そしてシャクルトンたちがエレファント島からサウスジョージア島へ向かった時のジェイムズ・ケアード号は今も現存していて、イギリスの博物館に展示されているわ。
シャクルトンについては今回紹介できなかったこともたくさんあるから、気になる方はぜひ調べてほしいわね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。